待たせしてすみません。今ちょうど一段落したところですの。ええ、お料理してまして。ジーヤはそんなことする必要ないっていうのですが、女子たるもの料理ぐらいできないと。あの、後で試食していただけませんか。その私、早乙女しずのの一応自信作なので。あ、嬉しい。今日は頑張れますわ。早速始めましょう。まずはスクワット、キングオブエクササイズとも言われてますの。トレーニングのまさに基本中の基本ですわ。ももやお尻に効果的ですのよ。目指せ、お尻の小さな女の子ですわね。足は肩幅ぐらい、手は頭の後ろに、このぐらいまでゆっくり腰を下ろします。背筋はまっすぐがポイントですわ。1、2、3、うん、どんな料理ですかって。和食ですわ。今マイブームでして、例えば鰹節。カツオには食欲を抑え脂肪燃焼を助けるアミノ酸が多く含まれてますの。ダイエットにぴったりですわ。フィニッシュですわ。はあ、結構効きますでしょ。そうそう、カツオは筋肉を作るタンパク質も豊富。もちろんご用意してます。カツオ節をふんだんに使ったお吸い物、それとカツオのたたきですわ。美味しく食事するためにも一緒に頑張りましょう。次はバックエクステンション、背筋ですわ。ここを鍛えれば背筋がピンと伸びますのよ。目指せ、凛とした女性ですわね。準備はいいですか。ではこの辺り、胸と足を浮かせて体を反らせます。1、2、1。あまり反らしすぎないでくださいね。無理は禁物ですわ。5、6、7、もうアンダルシアったら。でもちょうどいい負荷になるかもしれませんわね。8、9、うっ、フィニッシュですわ。お腹が空いてきましたわね。空腹は最高の調味料。それでは早速。もうアンダルシアったら。大丈夫、あなたの分もちゃんと用意してますから。お口に合えばいいのですが。え、作りすぎ。そうですよね、つい楽しくなっちゃって。でもダイエットしたいからって食べないのはよくありませんでしょ。心にも体にも。え、そうですわよね。またトレーニングで汗を流しましょう。今日はお付き合いいただいたから特別ですよ。はい、あー、うん。美味しいですか。たっぷり食べた後はバイタルエクササイズですわよ。